わっさー、皆さんこんにちは。ディリゲントの下村です。はい、リループ新製品タッチですね。どうやらまだ実は僕しか触ったことがないとかっていう噂をちょっと最近耳にしたんですけれども、はい、まだ、発売がまだちょっと先になりそうなんですが、ちょっとですね、前回の動画で、まあ、ご要望が多かったと言いますか、タッチパネルの部分、ディスプレイの部分ですね、をちょっと見てみたい、もっとよく見せてっていうようなご要望をいただきましたので、今回はですね、まあ、ちょっとまだその発売前なんですけれども、見せようかなと思っております。で、ですね、結構考えたんですよ。これディスプレイどう見せようかなみたいな感じで考えたんですけれども、まずこの後僕は電気を消します。で、これをですね、今ウィッと、まあ、こんな感じに、拡大してお知らせできたらいいなと思っております。今ですね、ちょっとやっぱ光で反射しちゃって見づらいかなと思うので、これをですね、ちょっと見やすいかどうか一回暗くして、見ていきたいなと思います。はい、ではですね、いろいろとこのタッチパネルの部分紹介していきたいなと思っております。はーん、はい、というわけで電気を消してみました。見やすいっすかね。ちょっとどうしてもディスプレイなんでなんか見づらくなっちゃうかなって思うんですけど、それちょっとご了承ください。ただ、非常に体感的にというか、こう見た感じカメラ越しだとすごいなんか荒っぽく見えるかもしれないですけど、めっちゃ綺麗に出てますんでご安心ください。はい、で今回はこのタッチパネルの、まあ、下部分をいろいろとちょっと紹介していきたいなと思います。まあ、なんとなくこう、ここですね。ここ。まあ、デッキがあって、左デッキ、右デッキ。で、ここがエフェクトだったりとか、フォトキューだったりとかっていうのが、実は出てるんですけども。これアップしてみよう。うん、限界値ここですね。ちょっと。はい。ですね。まぁ、ちょっとやっぱ見づらいんですけれども、ご了承ください。今回は、この下の部分の5つのボタン、紹介していきたいなと思います。実際にタッチしてみましょう。まず、左下、ブラウザーって書いてあります。これを押してみましょう。ポン。はい、こんな感じに、曲名ですね。もともと選択してあるプレイリストだったりとかが、読むことができます。で、例えば何もタッチしていない場合、何もタッチしてない時っていうのが、ですね、これ自動でポンと、はい、戻ってくれるようになっております。なので、途中でロードしようかな、どうしようかなって、あ、確認戻りたいなっていう風な、ちょっと間が空いちゃうと、この通常の画面に戻ってきてしまうような仕様になっております。はい、続いてこの3つのボタンですね。ここ、ここの、さらにここですね。はい。ここは、2デッキ、4デッキ、そして、ビデオでございますね。はい。こんな感じに、2デッキミックスできる、4デッキミックスできる、そしてさらにビデオのミックスもできる、というようなものになっております。で、ちょっと、今、映像のファイルとかを、いろんな事情で出せないんですけども、こう、今、押した場所わかりますかね？これ今左デッキの映像の部分をポンって押したんですけど、これでプレビューが見ることができるんですね。なので、ミックスする前の、モニター、ヘッドホンで音を聞いているように、ここで映像を確認することができるようになっております。ポンって押すと、その左のデッキ。で、右側ですね。右をポンって押すと、右のデッキ。で、ミックスしてるやつ確認したいっていう時は、この真ん中。っていう感じですね。今全部ちょっと枕画面になっちゃうんですけども、映像が入っていると、その映像自体が出てくるようになっております。はい。で、さらにセッティングですね。ここは、各セッティングができるようになっております。デッキだったりとか、まあ、ブラウザーだったりとか、あとはそのウェブのカラーだったりとか、いろいろと、ここで細かい設定ができるようになっております。これはまた改めて、細かく紹介していきたいなと思っております。はい。で、あともうこのホットキューをバーって打ったりですとか、これタッチパネル、全然いけるようになっております。今楽曲ロードしてないんで、特にキューとか打たれないんですけれども、こんな感じにロードできるようになっております。
はい。ということで、今回はですね、ちょっとタッチディスプレイの部分、いろいろと、軽くね、まだ発売前なんで全部紹介できないんですけれども、軽く紹介してみました。これからね、このタッチディスプレイ、どんどん画期的なんだぜっていうのを紹介していきたいと思っておりますので、ぜひぜひ、タッチの続報を待っていただけたらなと思っております。はい。では今回はここまでです。皆さん、またお会いしましょう。ほん、バイバーイ。